ターだし、結果がどうなっても知らないからね。はあ、なんで人前で DJ やる羽目に。よろしくね、日高ちゃん。いつも通りにやればきっと大丈夫だよ。適当なこと言って、じゃあ曲のつなぎ方とか見といて。はーい、お願いしまーす。まずは曲を選んで流してっと。そこまでは私もできたよ。でも次の曲が綺麗に合わなくてさ。流す曲を切り替えるだけじゃダメなの。ちゃんと BPM 見てビートをマッチングさせて。 BPM でビートをマッチング。あとはイコライザーもいじって調整。その感じじゃまだわかんないよね。とりあえず私がやるの見てて。うわ、すごいすごい、綺麗に曲が変わっていく。こんな感じ。つなぐときにエフェクト使ったりして。うわー、かっこいい。会場のみんなも乗ってきてるよ。日高ちゃんがいてよかった。こういうパーティーも慣れてるみたいだしさ。その逆、緊張しっぱなしだよ。私人前で DJ するの初めてだから。嘘、マジで？普通に DJ してない？こんなのめっちゃ上がるじゃん。日高ちゃん絶対初めてじゃないでしょ。いや、人のプレイ